はい、どうもこんにちは、イエーイっていう。テンション高い。寒すぎてテンションがちょっとおかしくなってます。おかしくなっている森氏です。今日はね、鎌倉初詣ライドということで、1月この寒い中、鎌倉の八幡宮にまでいつもは品川から行くんですけど、今回はここ、由良の里っていう温泉の施設に車を止めて、そこからぐるっと三浦半島回って、岬でマグロを食って帰ってくるっていう、まあ大体全周80キロぐらいですかね。80キロぐらいです。っていうのを昨日まで考えてたんですが、もうちょっと嫌になって、ショートカットすることにしました。岬漁港をやめて、こんなコースで行きたいと思います。途中ね、インスタとかツイッターでもおすすめのところを教えてもらったところがあるんで、東京イールズサイクリングクラブ TWCC という名前のね、YouTube 舞台の3名で、お送りしたいと思います。こちらが木口屋 P でございます。で、こちらが野づっちでございます。ということで、行ってまいりたいと思います。あ、鎌倉のお守りを持ってきたの？持ってきました。ちゃんと2つ持ってきました。2年分。はい、鹿と。はい、鹿と思ってある。東京イールズインスタのストーリーにね、木口屋 P が、こうやっているね、ちょっと可愛いね、お札を持っている写真があるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、それが持ってきたんですが、去年ね、持ってくるのを忘れちゃって、2年分、おととし分と去年分を納めに参ります。で、その後、新しいの買ってくるという感じでございます。ちょっと前置きはいいので、そろそろ走りますよね。はい、それから、行きましょう。行きましょう。レッツゴー。スタートです。ここなんか海のそばだからかすっごい寒いですね。顔がかじかんでます。顔が痛い。これやばい。はい、モンプシェミニョンに着きました。これね、ツイッターで美味しいを教えて思ったお店なんで、ちょっと行ってみたいと思います。めちゃくちゃうまそうです。孫もすごいな、このお店。めっちゃうまそうなんですよ。全然別に大丈夫。いや、そうなんですよ。そうですよね。どうですかね、今日髪が抜けてるこれ。髪型って人が見てるとどうでもないっていう話題をしてました。いただきます。いただきます。これカフェミニョンさん、めちゃくちゃうまそうなんで、チーズ見せみて。こんなね、チェリー焼き、チェリー焼き付き、はい、いただきます。チェリー焼きが普通に甘くて、ほんとだけこれネギを食レポしてる。食レポが得意なんだよね。ソーセージから肉汁が溢れてくる感じ。ソーセージめっちゃうまい。このソーセージ買ってねえよ。もうこの厚さとか20キロくらい。2キロ、ちょうどこない。バーロって何って感じ。バーロって分かんない。お土産屋はバーロがいいか。お土産屋はバーロいい。大変だと思うけど期待してるところがあります。鎌倉八幡宮着きました。今日は陰日みたいにやってます。すごい
か縁日みたいの来たのもう3年ぶりぐらいとかじゃない？ずっとやってないでしょ、こういうのも。昨日来たもん、初詣の日が変わる瞬間に、はい、夜中に走っていくのが楽しくて、去年からやってるって言って、去年は浅草寺に行ったので、それでやっぱり、半分以下、今年は浅草寺行かないとだいぶ行ったので、めちゃめちゃ知ってました。浅草寺、郷ひろみ見ましたよね。え？郷ひろみがいたの？撮影で、生中継で見せただけなんですけど。なんかすげえな、テレビの情報をあたかも見たから、そんな見る男。なんか、でもいいね、たまにこういうイベントっぽいの。最近全然なかったもんな。ないね。黒ずくとか、東京ウイルスらしくない。わ、すごいですね。ちょっと立ち止まれない。おかげさまで、業績が回復しております。ありがとうございました。今日は、商売繁盛の夏と、あと交通守りをですね、自転車に乗るときに僕はいつもこの財布とかに入れるようにしてますね。まあ、今日は忘れちゃったんですけども、あれをね、もう一個買ってこようかなと。今日すごい人混みです。例年は1月の中旬に来るんですけども、閑散としてるんだけど、今日はもう押し合いへし合い感じで、今日1月5日か、年末年始すごい働いた人たちが今日から休みの人たちがいるんですよね。伊沢沢の体のケースね。シンデレラフィット。シンデレラフィット、シンデレラフィットなんです。シンデレラフィットマジですか。今日大凶のおみくじだけを結んでから収めてください。大凶もあるんだね。結構ね、へこむよこれ。凶結びをまず結びます。で、箱内に入れて中央の厄油を掴むと強運、強運へなるそうです。ありがとうございます。スローカーチマング混んでました。で、そこ抜けて、ゼニアライ弁天は今年は行かずに、大仏の方に、キグチャーピーがどうしても見たいっていうか、大仏を見に行きます。今日は温泉から横須賀から鎌倉抜けてきたんですけども、平日だったせいもあるのか、やっぱりあれでしたね、車の運転が結構荒い。なんかブワーンと抜けてって邪魔だよっていう感じの雰囲気を出しながら抜いていくっていう車が多かったんで、ちょっと気をつけた方がいいなと思いました。鎌倉の村くらいまで来ちゃうと、なんかこう親切な運転が多いですね。まあ、国道じゃないからもあるけど。で、完全観光地、こうゼニアライ弁天、このすぐ。この辺はいいっすね、気持ちいい。鎌倉はいい、本当に。来ました。大仏ラック付きです。これはおすすめポイントじゃないでしょうか。え、マジですか。商売されてるんですか。まあいっぱい銅使ってますもんね。そういうもんね。これ10円玉集めるみたいな。そうか。絶対お二人入らないですよね。え、いいよ、入る。一瞬入ろうか。だってすごいテンション上がってる人見てます。完全に外から見えなかったらもっと驚くんですけど。行った行った。取ってあげるよ。右側にちょっと寄ってもらう。 あんま行き過ぎなくていい。そうそう、顔、頭もうちょっと。二人共同の無駄な作業を行っております。もうちょい無駄な作業の結果、どういう写真が撮られているのか後ほどご鑑賞ください。ひどいな。意外にもちゃんと撮れてんな。自撮りしよう。森さん入ってた方が
違う自分で使うだけだよ。これはいちいちその動画に差し込まれても困るんだよ。サザエさんじゃねえんだから観光地行くたびのロジオでこうやって動画に入ってくるの誰も喜ばないと思うよやめてくれてたよ。いちいち自撮りが入るっていう。わかりました。わかりました。ちょっと改めます。不満そうに言うんじゃないテンション上がんなの。上がりますねなんでだろう。やっぱ大きいものってやばいよね。大きいものはいいパッやめろ動画こればっかりすごいもん安定感頭でかいもん。めっちゃいい景色ですね。そして今僕らが到着したのはインスタで教えてもらった長屋。このプリンが絶品なんですよね。キグチアピーがまだ食べたことないそうなのでぜひ食べてもらいましょう。キグチアピー、はい、じゃあ行ってみよう。このカニのクリームスパゲッティをキグチアピーは食べるそうなんです。自転車では運んだことはない。自転車は運んないけど車なら大丈夫。多少揺れても乗り物が違います参考になるこれめちゃくちゃうまそうだよ。はい、マーローをね、後にしてね、なぜかプリンを持つ人たちがいます僕はこの年末年始限定の栗の金粉のやつを買いました。だっておみくじで今日引いちゃったから。なんか黒豆ですね。黒豆ですね。お正月かぼちゃ、かぼちゃという感じでちょっと食べてみます。いただきます。はい、うまっちょっと待って、そこまで掘って、下にキャラメルがある。あ、なるほど。あ、すごい、めっちゃ美味しい。これやばいよ、黒豆。あ、黒豆じゃない栗カットカットこれはね、栗のなんかシロップ漬けみたいな。めちゃくそだな。甘露煮って感じですか。めちゃくちゃうまい。なるほど。ここ変わらないですか。昔からですか。あるんですよね。うん、これ抹茶なんだよ。だからこの抹茶プリンは普通のプリンの方が美味しい気がする。エクショーチンコメ。あ、でも美味しいかも。ちょっと大人っぽい。甘くないですね。あ、でも甘いんだけど、ちょっと大人っぽくない？こんな
丹波黒豆とか、うん、これなんか単体で食べるとちょっとイマイチな感じがするんですけど、一瞬あのカラメルと合わせて食べると、うんうんうん、全然味の深みが違う感じで、そう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 俺が言ったんだよ今カラメルと合わせると美味しいね、俺が言った深みが出るよ、俺が言った結構食レポ得意なんだよね、こんなにしっかり食べながら走るの初めてかもしれないです食べ得意だよねいつもどっちかって言ったらこう摂取カロリーが少なすぎて単眼ノックになるんじゃないかっていうフライドばっかりなんで、なんか何キロ ?30 キロぐらいしか走ってないですか、通勤レベルだよ本当に通勤レベルなのにこんなに食うもん食ってる、あ、でもそんな食ってねえか、食うもん食ってる、朝パン食ったらやる、あ、そうですね、マーロー終わりました、美味しかった、めちゃくちゃうまかった、イエーイ、マーローのものを買ってそこで食べるっていうのはダメじゃないんだけど、食べ終わったビーカーをマーローでは基本的に預かってくれないそうなんですよ、ちゃんと洗ってからじゃないと、で今回は買うときに、あ、特別にじゃあここはいいですよって言っていただいたんですけども、基本は洗って返すか中で食べるということなんで、まあサイクリストの方は来られたら中で食べられるので中で食べてください。今からね、知り合いのカフェに向かっています。 YRP のびっていうね、なんか珍しい名前の駅の近く、のび海岸です。もう旅も終盤ですね、寂しい。あ、火の鳥、こう来ましたよ、昔ロシア料理、アゲンストの風がきついね、緑の向かい風、ほう、バイクが止まってますね、バイカーの聖地でございます。着きました、このバイカーの聖地なんですね、元北永久ライダーの辻元さんが経営されるピロート元カンパ、昔僕も元ナビの撮影とかで山ちゃんと一緒にここで撮影させてもらったりしてます、思いのほか混んでますライディングの講習会みたいなやつはなんか辻元さんですこのカフェのオーナーなんですか、そうです、これが使って、はい、ホテルもサイクリスト来るんですか、最初僕サイクリストのためにねやろうと思ったそうなんですか、自転車をこう見えるところに置いてるじゃないですか、でこんなカチャカチャした格好で悪いこと言ってるんですよでそのところにやったんだけど、まあ、ここも自転車乗ってて自転車乗りって止まんないよね、ここにもう給油入れてさ、はいはい、まあ、ちょっとこうボトルがね、なくなったらもう雨が止まるぐらいでしょ、だからこれここはね、もうみんなうわーってなるけど誰も止まってくんないのでやっぱりバイクの人が来てくれると、はい、強さも自転車乗るんですか、いや、やってましたよ、めちゃめちゃ、そうなんですか、今もやってないんですか、今ちょっとサボってでまたね、復活してくれるから、はい、復活します、でももう元国際永久ライダーなんで、今までもやってるんですよね、まずね、遊びでね、ミニバイクとかやってますよということで、電車乗りも全然大歓迎の、はい、こういう感じですけど大歓迎だということなんで電車とバイク、待ってます、はい、遊びに行ってください、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、
ね、なんやかんやでもうすぐ4時すげえ予定をめちゃくちゃショートカットしたり変えたりしたんだけど、なぜか終わる時間だけはぴったりという謎のツーリングになりました。それで帰ってここの海が見える露天風呂に入って帰りたいと思います。あ、もうあそこですね。時間通りです。予定通り。到着しました。はい、というわけで今日の鎌倉初詣ライドは終了です。今日のじゃあルートはどうでしたか。どっち、今日のルートは星4つですね。4ついただきました、はい、結構景色も良くて美味しい食べ物もあってメリハリのあるというか、もうちょっと天気とか気温とか風良ければもうちょっと距離伸ばしてもいいかなというふうに思ったりもしますね。はい、じゃあ菊池屋 P、 はい、星4つで4つでいただきました、はい、4つ。景色がすごかったです。ただ山やっぱりちょっとしんどいですね。坂が大した坂なかったよね。じゃあ私は星4つです。理由はやっぱり景色が良かったかなと思う。でも鎌倉やっぱり面白かったっていうのが1個で、あとね飯とか食い物がやっぱうまくて、あと行きたいカフェとかもっと他にもいっぱいあったんだけどそれが良かった。あとねやっぱ鎌倉をね走っててね可愛い子が多いですね。バス停に待ってる子とか通りすがりの子とかちょい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 こう可愛い子がいるんで、次回はぜひ僕はね夏に行きたいなと思いました。クソもこう軽くなる。なんでやねん。おい置いてくな置いてくな、俺だけ変な器用なカットね。はい、というわけで今日はね大満足の12星いただきましたんで、このコースはおすすめということでまた改めて来たいと思います。今日はレジェンドに参ったからね、それもちょっと楽しかったなと思います。というわけで東京ウィールズサイクリングクラブTWCC 鎌倉初詣ライド編は終了です。また次回のライドでお会いしましょう。あと皆さんのおすすめでこのライドは成り立ってきますんで、ライドしたらいいよっておすすめのとことか、ライドするときにツイッターとかインスタでもここ辺行くんでおすすめ教えてくださいってお願いするので、ぜひですねぜひですねおすすめのポイント教えていただけると、そこにガンガン寄ってってまたカロリー高めのですね僕らおっさんグループ楽しみたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ではまた次のライドでお会いしましょう。じゃあねー。今日はねこの由良の里に、車を止めて一周してきました。実はねここねなんか9時からオープンなんですけども、車を置いたりその輪行してきたら荷物を預けて走ってきて戻ってきてまた温泉行ってってことができるんですね。なので自転車乗りとかにも優しい施設になってます。野菜が売ってるみかん、今ね、温泉終わりました。何買ってるんですか、あんた。愛するかぶと。愛するかぶと。あ、これ気になったね、ダムネグミ。ダムネグミ。それ、帰りの車で行こうぜ。ちょっとね、最後の俺が見つけたカフェに行きたいんだよね。作戦会議に。作戦会議。すごいかっこいいとこ見つけたんで、行きましょう。はい、僕が狙ってたリバーストーンさん。見事に。6日より残念すぎる。またいつか来るぜ。